x b t c ソマイナス四十飛行する x b t c マイナスにモデル b 三3千四百二号機 x b t c は第二次世界大戦中にカーチスライト社がアメリカ海軍向けに開発した試作艦上攻撃機社内名称は c w 九十六アメリカ陸軍航空軍でもソマイナス四十計画として提案しようとしたがこれ以上の攻撃機は 不要として発注前に取りやめた。XBTC-1 は2重反転式プロペラを備えた2200馬力の R-3350 エンジンを搭載し、引き込み式出脚を装備した低翼単容器で3000馬力のプラットウィトニー、XR-4360 から 8A エンジンを搭載し、2重反転プロペラを採用していた。 1943年、アメリカ海軍は、艦上機の爆撃機と攻撃機の一本化を図り、次期、主力雷撃機計画研究効果爆撃機計画を出した。これに、マーチン社は、XBTM-1、ダグラス社は D、XBT2D-1、カイザーフリートーイングス社は、XBTK-1、そしてカーチスライト社は、 x b t c 1を提出して答えた。x b t c はエンジンパワーと武器の搭載能力から来る第1級の実力と評価されたが、BTM-1 と XBTD-1 が選定された。その時点ですでに x b t c の製造準備は完了していたため、試験は続けられた。2機の x b t c 2が完成していたが、 それぞれ翼の形状は計画から変更された。モデル A は主翼を標準的なテーパー翼とし、フラップが装備された。モデル B は主翼を交代翼とし公園と交代拡最先端が直線で形成され、二重のフラップ翼を特徴としていた。2機の試作機は1946年にメリーランド州パタクセントリバー海軍航空基地内の 海軍航空センターに引き渡された。試験は順調に行われていたが、1947年2月に1期目が墜落、1947年8月に2期目が墜落して両方とも失われたことにより、XBTC は開発中止となった。ありがとうございます。